広島東洋カープ対福岡ソフトバンクホークスのゲーム。バッターは3番の内川。フォアボールのランナーが出ています。初球は見てきました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ここもファウルです。ノーボールツーストライクです。打った、ワンバウンドヒットになりました。ホークスチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。西さん、先に試合の主導権を握ることができました。この後どんな展開予想されますか。でも守りに入らないでね、どんどん攻めてほしいなと思いますね。ではそのあたり注目していきましょう。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はレフトへ。打順は3番内川。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。小川、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、下がっていく、下がっていく、ぐんぐん打球伸びて、ストレート外れました。打席には3番バッター内川。ホークスホームランで得点を挙げています。いや、西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、本当にいいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。引っ張った、ヒットになった。バッターは1塁蹴って2塁に向かう。おっと、送球が取れた。ツーアウトからランナーが出ました。ソフトバンクホークス、ツーアウトランナー2塁。バッターボックスには3番内川。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。インサイド打ちました。ショートの横抜けた。ホークスチャンスになりました。ワンアウトランナー2塁1塁。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード、大量得点で